皆さんこんにちは。今回は関東を出発して神奈川県道志村に2021年4月下旬にオープンしたばかりの RV パークアネックス道志さんにお邪魔します。貸し切り風呂や焚き火などを行える高規格な RV パークです。さあ皆さんお楽しみください。今からアネックス道志に行きます。今狭山パーキングエリアで一回休憩して、ここからね出発したいと思います。狭山パーキングエリアを出発します。あと到着まで52キロですね。下道がね結構多いんで1時間半ぐらいかかるかな。ここから安全運転で行きます。相模原のインターチェンジ降ります。検索したら中央道のですね相模湖のインターチェンジで降りろっていう指示が出てたんですけども、ちょっと調べたところですね、相模湖のインターチェンジからだと結構山道を走んなくちゃいけないみたいで、これが引っ張ってるとねちょっと難しそうだったんで、相模原のインターチェンジで降りて、そこから道志道を行こうと思ってます。実はですね道志道初めてなんで楽しみですね。一般レーンで入ってですね、近接二軸なので大型から中型に変えてもらって2670円でした。今道志道走ってます。あとですね27キロで着きます。今が1時36分なんですけども、着く時間の予想到着時刻がですね14時22分になってます。結構道志道長いんですね。道幅も、全然問題なく走れますが、結構細めなんでちょっと気を使いながらね走っていきたいと思います。はい、アネックス道志さんですね。あと1キロぐらいで着きます。道志道細かったですね。意外にちょっとハラハラドキドキの道でした。でもね、すごい自然豊かで気持ちのいい道でしたね。自転車なんですか。はい、ここを左折します。はい、受付を済ませてきて、トレーラーは芝生広場の角が広いということで、エアストリーム今回 G サイトに駐車することに決めました。トレーラーの駐車が終わりました。次にトレーラーの設置を行っていきます。まずはじめにヒッチメンバーを外していきます。電動ジャッキはバッテリーでも動きますが、外部電源を接続した方がパワフルに動くので、外部電源をまずはじめに接続します。次はサイドオーニングを広げていきます。オーニングはネジのストッパーで固定されているので、ライブストレージに足をかけ解除します。次
次にコールマンのテーブル、ヘリノックスのサンセットチェアなどを設置します。今回は翌日の出発が早朝なためシンプルなコーディネートにします。はい、アネックス同士さんのね、周りを散歩してみてます。すごく静かなね、いい RV パークです。やっぱ同士だけあってね、自然豊かでいいですね。マイナスイオンというか、近くにも同士川が流れててね、夏とかすごくいいでしょうね。やっぱ水遊び、あと川でね釣りをしたりいいと思います。こちらがアスファルトの駐車場サイトになります。4台止めることができ、1泊2500円になります。もちろんこちらでも焚き火など野外での調理も可能です。こちらがもう一方のサイト、芝生サイトになります。8台止めることができ、1泊3500円になります。駐車場サイトよりも広いサイトになり、全長8メートルあるエアストリームも楽々止めることができます。両サイトとも外部電源が設置してあり、500円で利用可能です。はい、この階段の上にね、受付とかあります。お風呂もね、この上にあるみたいですね。今日は7時半から、予約してるんで楽しみですね。はい、ここが受付になります。はい、今7時です。今からね、お風呂入ります。はい、行きましょう。左です。今日はね、家族風呂で貸し切りですね。お風呂到着。おー、すごいね。このまま入れていい？はい、ヒノキ風呂ですね。はい、ここ入ります。お風呂出ました。はい、到着。今日やっぱストリングライトないとすごく暗く感じますね。やっぱストリングライト次はやっぱつけないとダメですね。ハッシュドビーフだっけ、なんだっけ、林ライスだっけ、うん、林ライスどうだった、美味しかったですか。ほのかとのんちゃんはトレーラーの中でね、今日の夜は過ごしてます。結構外ですね、もう時期も時期っていうところでブヨが出てきてて、子供たちはちょっとね痒いのでトレーラーの中でまったり過ごしてますね。はい、夜は一人で焼き鳥を焼いてですね、今晩酌してます。子供たちは周りのね、子供たちと一緒に遊んだりですね、あとトレーラーの中でママと一緒にね遊んでます。はい、皆さんおはようございます。今4時半になります。右方向です。今日はねちょっと予定があって早めに RV パークを出発してます。2021年4月下旬にオープンしたばかりの RV パークアネックス同士さんに今回はお邪魔しました。自然豊かな山梨県道志村にある、家族連れにも一人リモートワークにも最適なアネックス道志さんにぜひ皆さんもお越しください。それでは次回お会いしましょう。またねー。